手上げてない。いや、上げられました。上げた。はい。それでは、これより会議を開きます。まず、国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。議長！立花圭一郎君。国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙は、その手続きを省略して議長において指名されることを望みまーす。立花圭一郎君のただいまの動議にご異議はありませんか。ご異議なし等を認めます。したがって動議の通り決しました。議長は国土開発幹線自動車道建設会議委員に安住淳君を指名いたします。議長！立花圭一郎君。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。日程第一とともに参議院総付に係る第186国会本院提出、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を追加し、また厚生労働委員長提出、医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を委員会の審査を省略して追加し、4案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みまーす。立花圭一郎君のただいまの動議にご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。したがって日程は追加をされました。日程第一、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案に加え、ただいま日程に追加されました社会保険労務士法の一部を改正する法律案、医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保に関する法律の一部を改正する法律案、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以上4件を一括して議題といたします。委員長の報告を及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。ただいま議題となりました各案について申し上げます。まず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は感染症予防対策の推進を図るとともに、感染症の蔓延を防止するため中等呼吸器症候群及び新型インフルエンザ等感染症に変異する恐れが高い鳥インフルエンザを二類感染症に追加するとともに、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講じようとするものであります。本案は参議院選議にかかるもので、去る11月12日本委員会に付託され、昨日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。次に、
社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおいて、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。本案は全国会本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る11月12日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。本委員会においては、本日提出者森英介君から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。次に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は近年における危険ドラッグの乱用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、検査命令、および販売等停止命令の対象の拡大、販売等停止命令の対象となった物品についての販売等の広域的な禁止、広告規制の拡充、およびインターネットにおける違法広告について、プロバイダー等が送信防止措置を講じた場合の損害賠償責任の制限等の措置を講じようとするものであります。本案は本日厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は、ハンセン病療養所対処者給与金の支給を受けていた対処者が死亡した場合において、当該対処者の配偶者等が対処者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするものであります。本案は、本日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。何卒ご審議の上、速やかにご可決いただきますよう、お願いを申し上げます。はい、それではこれより採決を行います。まず、日程第一及び社会保険労務士法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決をいたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり、決するにご異議はありませんか。全会一致、ご異議なしと認めます。したがって両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。次に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案と、
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決をいたします。両案を可決とすることにご異議はありませんか。全会一致ご異議なしと認めます。したがって両案とも可決をいたしました。議長、立花慶一郎君。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。国土交通委員長提出、空き家等対策の推進に関する特別措置法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みまーす。ただいまの立花慶一郎君の動議にご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。したがって日程を追加いたしました。空き家等対策の推進に関する特別措置法案を議題といたします。委員長の趣旨弁明を求めます。国土交通委員長今村雅弘君。ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨およびその内容をご説明申し上げます。本案は、適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空き家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、第一に、国土交通大臣および総務大臣は空き家等に関する施策の基本方針を定め、市町村は基本方針に即して空き家等対策計画を定めること。第二に、市町村長は固定資産税の課税等のために保有する空き家等の所有者等に関する情報について内部で利用することができること。第三に、市町村長は著しく保安上危険となる恐れがあるなど放置することが不適切な状態にある空き家等の所有者等に対し、除却修繕等の措置を取るよう助言または指導勧告命令ができるとともに、これらに必要な限度において職員等に空き家等の立ち入り調査をさせることができること。第四に、所有者等が命令を履行しないとき、または命ずべき所有者等が不明のときは行政代執行ができること。第五に、国及び都道府県は市町村が行う空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充等の措置を講じ、国及び地方公共団体はその他必要な税制上の措置等を講ずることなどであります。本案は本日国土交通委員会において全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。何卒速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。それでは採決を行います。本案を可決するにご異議はありませんか。全会一致ご異議なしと認めます。したがって本案は可決をいたしました。議長、立花慶一郎君。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長を提出、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みまーす。ただいまの立花慶一郎君の動議にご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。
従って日程を追加いたしました。北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の趣旨弁明を求めます。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長平沢克栄君。ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は北朝鮮当局によって拉致された被害者等が置かれている状況に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、国は永住被害者または永住配偶者であって、60歳以上である者等に対し、老齢給付金を毎月支給すること等としております。第二に、国は永住配偶者であって、その配偶者である被害者が65歳に達した後に死亡した者等に対し、配偶者支援金を毎月支給することとしております。第三に、国は国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し、最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。本案は本日の北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものでございます。何とぞ速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。それでは採決をいたします。本案を可決するにご異議はありませんか。全会一致ご異議なしと認めます。したがって本案は可決をいたしました。本日は以上をもって散会といたします。